ですか。元気があれば何でもできる実況アナウンサーの柿野孝彦です。今回はですね、甲武館時代の技ですね、内巴からの頭上投げ、これをですねお届けしたいと思います。頭上投げ、前もちょっと紹介したことがあるんですけれども、これは私も知らない技でした。昔はこういったね豪快な技あったんですね、それをね内どもえから入っていく、これをですねお伝えさせていただきたいと思います。どうぞ。お尻を叩くように、まあ叩きつつこっちを引いてるんですよね。でここですね、頭と前足と後ろ足が一直線に並んで指を丸めながら引いていきます。ここ一度並んだ後に面を打って内どもですね、でまっすぐここで内どもを上から掴んで手ほどく面ですね、一歩下がってもう一歩転換、ここですね、上面です。下がって、もう一歩出て、後ろ。ここですね、間違えた。上から面です。下がったら、こちら。まあ、これはもうただやるだけなんで、あんまりこう苦労もいかないつもりですけど、これは多分白田先生の技なんだろうと思いますけど、頭上投げですね。さっき十字投げやりましたけど、あとちょっと近い入りになります。頭上投げ片手取りです。話戻りますので、また転換ですね、ここの引き出す動作とかかとの着地でグッと崩していきます。で下げるのと引き出すという形になります。で先ほど十字投げは下から取りました、ね、こっち取りましたけど、頭上投げは上から取ります。でここで4強と同じグリップを作るんですけど、上から取って手ほどきをしたら同じく面を取ります。で一歩下がると両手を4強かけている同じ状態になってきます、人差し指の付け根で脈部をコントロールするような状態、こちらもこちらもです。でここまで来たら一歩出つつ座って上投げってなんだって感じなんですけど、でこういう技ですね。でこれが1歩目です。で、同じです、同じです。上からです、下からじゃない、下からだったら十字投げで、上からが頭上投げです。手ほどきをしたら面です。1歩出て、で2本目はここまで一緒なんですけど、ここまで来たら後ろに振りかぶりながら、3本目、3本目は方向が違うだけです。ここ転換、ここも一緒、上から取って面を打って、ここまで行くんですけど、相手がこう強いか進めないとか言ったときは、ここまで下がったら、左足を90度こっちに下げながら、投げっぱなしです。もう一回こちらでいきます。ここで内どもに転換、
上から使って手ほどきの面です。一歩触ってもう一歩、転換、ここですね、上から面です。下がってもう一歩出て後ろ、ここで相手に振られないようにしますね。けさですから、この状態でしっかりあの体をキープしてください。はい。で、頭上の方がちょっと変わった、はい、白田先生の技です、うん、これまで一緒、はいはい、してで十字投げは下から取るんですけど、うん、頭上には上から取って切ります、はい、面を打って、はい、下がる、はい、で、上から、はいはい。やりたくなるよ。はい。はい。で、出るんだけど、使わなくなった時に、こっち。はい。で、3本目が。下がって、はい、で90度、これもこう流れて、はい、けさを、まあ、定着ですけどね、うん、っていうちょっとこれは、一緒ですかね、ここまでね、瞬間は一緒あるのか、うん、上から掴んで、はい、これは取りました4強で左足一歩、はい、あ、これここでさ、こう、同じ高さを同じ高さ、はい、ここで座っちゃう、そうです、これが1本目、はい、2本目は怖い、後ろもグッと一緒取りました、当てに入ります、ここをいかねえやって、でこれは足振れます、こんな重さ、つまり、あ、で最後ですね、ちょっと反対に、はい、指導の絵が、はい、あ、これはこれ、え、ここですか、はい、左足、この状態ですか、あ、はい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 、さっきの一番最初のやつ、ね、はい、一番最初のこう、ここから、いやいや、一番最初、はい、こっちでいいですか、そうです、あ、まあ、あのこう開いて投げてくるのもいいですし、あ、ちょっと今日の練習でやったのは、あの今日の練習で最後にやったのは、上げるのと、あ、一番最初のやつ、一番最初のやつはもうこのまま切り落とす、僕はこれです、こういう、はい、あれだけどこうなんですよね、あ、そうです、ね、こっち、うん、こう、手のひらじゃなくてこれは手のひらを下にして、はい、切り落とす、切り落とす、はい、あ、こうだ、もちろんこれもあるんですよ、ああ、これはもうちゃんと抜きますよ、抜くんですけど、よかったな、こう切り落とす後ろ向かない、はいはい、っていうのはよくあります。で最後のあれですね、そうです、前に出るのと後ろと一緒ってやつがちょっと最初に日本をします、はい、ここで変化にします、はい、ここに来た時、うん、こっちと上がる、あ、はい、どっち行くか分かんない、これ、あ、はい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 、下へ、すごく変な感じ、
ちょっとね、丁寧にやらないと、こう、具が入ってきました。ここから、あ、そうです。こういくのと、足が、あ、そうそうそう。はい。これ、頭さん、なんか膝ついた方がいきそうな気もするんですけど、どうなんですか？ちょっと違う。つかなかったですけどね。仮にちょっとつけてみましょうか。なんか今、ちょっとなんとなくそんな、勝手に僕のバリエーションがあるんですけど、この上げと右足を一緒に引けちゃうっていうのはどうなんですかね。理屈は一緒なの。あくまで一緒ですね。右で前で足は後ろに下げる。それを同時に作るのがポイントだと。こうなってたらこっちと、あ、こっちとこれが、これが、あ、こっちでした。出るときはこうだから、こうなってますね。そうですね。この右手と、こういう感じなんですね。こっちだと、こういう感じ、一緒にやんなきゃだ。ここから、あ、そうそうそう。はい。ここはまあ、けさぎという感じですね。はい。よくここで踏ん張れますよね。まあ、なかなか行かないんですけど、行かない。ここに力が一点集中するとやっぱり感じますよ、はい、踏ん張ろうと。それを抵抗すればいいだけなので、はいはい、まあ、僕なんかはしっかりこっちを引いてあげる、うんうん、引く動作と押す動作にしてあげると、はいはいはい、割と引きやすいですし、うん、はい、中島先生から教わったのは、うん、先達って言ってもこっちを、うん、肘を動かしていって、ここはもうそのままで、そうね、乗せてるだけ、はい、行ってぶら下がるといかないんですけど、ああ結局一点集中してるだけなので、ああああここのリードでここを動かしてあげる、ああああここに圧力は加わらないんですけど、はいはいはい、肘側のリードで、ああ、ああ、はいはい、よくやる。僕はあんまり再現度が高くないんで先達やらないんですよ。踏ん張ってください、はい、こっち行かない、そうですね、行かない。でもこっちこれと向こう、そうそうそう、こう、そう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 、あ、で中島先生はこれにここ の、はい、接触面は全部一緒なんだけど、これをそうです、ここは一緒にして先導こうって言って、こっちは手前ですか。はい、手前だと思います、はい、こういう、ああ、なるほど。ちょっとこっちがもう大きくこっちは沈んであげると、うんうん、こっちはもうついてくる感じで、作用させてくる、はいはい、ここにやっぱり力を加えるというよりは、うんうん、ここを大きく斜め下に動いてあげると手はついてくるという、はいはい、いや、嫌じゃないんですよね、はい、だ、何が無理やりじゃないか、無理やりじゃないから踏ん張れない。ここの圧力とか接触面は感覚一緒なんですよね。だからこう一緒、ヘラヘラヘラってこういくと、はいはい、割れってなるんで、あ、ちょっともう一回やってみて、相手が笑いながらかけられないっていう、和の部分の精神に、あ、なるほど、近づいていくのかな。ああ、そうですね、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでね、打ち止めからの頭上投げ、これをですねご紹介申し上げました。3種類だったかな、ありましたでしょ。まあそれぞれ非常にね、ユニークでもあるし豪快でもあるし、私はああいった技好きなんですよね。4球で決めながら投げるというね、あのあたり、昔はねこういった豪快な技があったんですよね。まさにね白田林次郎先生らしい。白田林次郎先生ってね、元がそのナチュラルパワーすごかったんですって。ですから、まあ、それを彷彿させるような技でしょ。であれもね、私も習得したいなと思いましたからね、非常に、ね、また難しいんだけれども、やはりその理にかなった動きから来てましたし、非常にね、いいなというふうな感じがしました。皆さんもね、ぜひちょっと練習してみてください。練習すると分かりますよ、あの技のね、良さが。
すごくよくできてます。でいろんな角度ありますでしょ、転換したりとかね、引きずり込んだりとかね、いろんなその投げ技ありますんで、頭上投げに起きましてもね、それもちょっと修練していただけると、また、自身の合気道のレパートリーがね増えてくるんじゃないかなというふうに思ってます。今回は内巴からの頭上投げ、これをご紹介申し上げました。以上でございます。元気ですか？元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカ